って日本人はやっぱ流行りがこう流行に流されやすいから、いろんなこう文化が入ってくるとその都度こう、それでやっぱ昔80年代90年代にこう日本にはロカビリのブームが起きてて、いろいろ若者もこう最新のファッションとか取り入れるようになって、どんどんロックンロールとか忘れ去られていって、こうどんどん少ない今は生き残りがいるって感じかな。Ladies and gentlemen、 俺がジョニーだ。OK、 ロックロール行くよ。僕のおじさんが15か16の時に布袋寅泰さんっていうギタリストの CD をくれたんですよ。でその時に僕はそれを聞いて衝撃を受けまして、でその頃からロックンロールの文化にこう興味を持ち始めたんですけども、こう紙の作り方とか何も分からなくてどうしようかなって思ってたら、こうインターネットで調べたらジャックスという店が出てきて、ジャンピンジャックス、ワールドフェイマスハリッジャックス。He came to my store, high school boy, maybe 10 years ago. I teach him greaser boy style, rockabilly style, and then 50s style.やっぱり外とかこの格好で歩いてるとすごいもう周りの人からジロジロ見られるし、最初はそれすごい嫌だったけど、まあ快感になってくるっていうか、もう今は慣れちゃったかな。 Japanese people want US culture, US 50s culture. Oh yes, I produce many kind 50s clothing, but more rocking, rockabilly style. I produce my permitChocolate, coconuts, Elvis, chocolate pomade. Chocolate. Good smell. I keeping my style 20 years, but very, very difficult because customer change, style change 35 years ago. So many people started rock and roll style. Now, so not many.日本のロックンロール、ロカビリーカルチャーもどんどん高齢化が進んでいって、人口も少なくなってる。だからこれを俺が頑張って若い世代に伝えて広めていくことが俺の責任、使命だと思ってます。芝又大釈天は僕の一番こう好きなお寺で、心が疲れた時とか必ず行ってお参りする僕の大事なところかな。今俺の歌手の仕事としては月にだいたい20本くらいかな。エルヴィス・プレスリー、エディ・コクランなんかのオールディーズ、フィフティーズの曲をいろんなところで歌ってます。
構いろんな街、いろんなライブハウスで歌って、やっぱり毎回来てくれるファンもいます。目標はやっぱりもう何万人のステージに立って歌うことですかね。俺にとってロックンロールロカビリーはもう趣味の域を超えて、もう生活そのものライフスタイルになってるかな。俺がロックンロールスターになるのは運命です。